はい、栄養推薦入試面接質問出る順ランキング、9つ目は将来の目標についてです。で、栄養入試はやはり将来とかその未来について、非常に重要視される、受験なので、いかにこの将来とか未来について自分が明確なこう目標とか設定とかそういうのがはっきりしてるかどうかがやはり重要なんですね。ですので卒業後、どうしたいかだけではなく、じゃあ5年後どうだ、そして10年後もどうだ、そういうところまでイメージしておく、明確にできるだけ明確にしておくということが重要です。